ゴールキーパー佐藤優也、3バック右から黒木、姿、伊代葉、ボランチの位置にキャプテンの川原、右に三島、左に竹本、トップ下に FC 東京から移籍しました平川、スリートップは右杉山、そして左に坂本、そしてワントップの位置、今日は高橋ではなく出場停止の高橋ではなく戸下が入っています。ゴールキーパー田中、4バックは右から斉藤隆二、志田、池田、小柳と並んで、2ボランチは稲葉と藤山、右にクロスの強い中村、そして重、ツートップは熊本にもいました爆発的なスピードの斉藤啓太と青木が並んでいます。武吉田と4点取っている選手がベンチにいます。バランスですよね、裏に抜けるのか落ちるのかっていうところ、非常にこう戸下選手の、まあ、役割、 A チームとしての役割というところには注目したいですね、はい、左で起点になった後自分は真ん中にまた入っていく、そんなプレーも見られました。右サイド使う伊代葉が対応、おっとボールこぼれた、ゴール前シュート決まった、先制点は秋田、決めたのは重、まあ、見逃さなかったですね、今ワンチャンス最初の、ね、決定機でしたけども、まあ、少し熊本としてはアンラッキーな部分、まあ、対応のところでここでね、岩選手が、まあ、ここの判断の部分でやっぱ反らしてしまったところ、熊本としては中の対応のところでこのプレーがちょっと生まれるっていう予測ができなかった。一旦また後ろ伊代葉に戻す、まあ、あとはこの伊代葉選手が持ったところでサイドハーフが出てくるのかボランチが出てくるのか、伊代葉がオーバーラップしていく、追いついた、一旦戻して竹本のクロス、ヘディングシュート、ーゴール左だったけども戸下でした。可能性は感じさせましたね、今一瞬のスペースにグッと入ってきました。大外に坂本、竹本が追い越していく、伊代葉がグラウンダー入れてくる、竹本からのクロス、戸下とキーパーが絡んだ、秋田のカウンターシチュエーション、選手が2人倒れています。竹本、黒木、杉山、左足のクロス、シュート、いいタイミングで触りましたけども、本人としては悔しいでしょうね、まあ、なかなかあそこの位置に入ってキーパーの対応も難しいところではあるので、秋田としては、まあ、ゾーンで守っている以上はどの選手が出るのか、そのカバーは誰が入るのか、まあ、そういったところははっきりしないといけないですね。右足坂本、ヘディングとしたポスト、キーパーかき出した、でも集まってますよ、というプレー、もうよくね田中選手も弾き出しましたね、バウンドしてゴールに向かっていくボールなんですよね今のは、はい、まあ、そこを逆モーションでここ田中選手の ショートコーナーから左足ポストに当たった、クロスバーに弾かれました。田中選手の手がちょうどそうですね、斉藤啓太、青木が強くいく、ちょっと黒木のところでミスになった、左足シュート来た、詰めてきた、決まった、秋田2点目、52分後半の7分、もう秋田のやっぱりその我慢強さっていうところが、まあ、こういった、まあ、点を取るっていうところは勝負強さにもつながりますけども、はい、我慢強くやっぱこう前半ゼロで抑えて、まあ、こういったまた熊本のミスからになりますけど、この見逃さない仕留める力っていうのは秋田にはありますね。最後は25番藤山、黒木ディフェンスに当たった、まだある、藤田一投、クロスが来てシュート、胸に当ててシュートでした。ちょっとブラインドになってた分
体に当てるだけの反応になってしまったのかなと思います。今のは秋田の藤山から叩きつけるようなスローイン、吉田が受けてもう一度藤山クロスが来ます。右足振り抜いた、佐藤のセーブ。いや、いいシュートでしたけどね。素晴らしい反応でした。そしてシュートも素晴らしいシュートでした。藤田一斗、いいところ抜けてきた。伊藤クロス、そのままゴール押し込んだ。決まりました。2対1。今ね、外れていくのかなと思いましたけど、少し足に絡むような形でしたが、相原の最後はゴールでした。パスですよね。だから結局今のところも、まあ、サイドに張り出したウィングとセンターバックの間のスペースなんですよね、はい、でそこに対してアディショナルタイムは5分。シェーディングミートしましたが、キーパー、ナイスキーパー田中。まあ、正面ではありましたけども、そうですね、よく田中が左手でかき出しました。時間を使って田中が蹴り出す。ここで試合終了のホイッスル。2対1、アウェーのブラウブリッツ秋田が勝利を挙げました。いや、最後までこう目の離せない展開でしたけれども、ここはアウェーの秋田が勝ち切りました。